はい、皆さんこんにちは、スターティングポイントイングリッシュアカデミーの松岡です。新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。まあ、ドゥマゲって一言で言うならば、田舎ですね。人口は12万人の都市で、人口のですね、約 30% 約3万5000人が大学生の学園都市として、有名でして、私は個人的にはですね、セブ島がとても好きなんですね。というのが、僕はどちらかというと、やはりまだこう田舎でゆったりとするリタイアをするっていうような、視点ではなくて、もう少しこう刺激あふれるところでバリバリ仕事したいっていうようなマインドがまだあるので、セブ島が、その点ではすごいバランスが取れているのかなというふうに思うのですが、やっぱり一番治安なんですよね。はい、もう例えば仮に男一人であれば、多少治安が悪くとも、自己責任でなんとかなるっていうところはあると思うんですけれども、仮にこれがお子さん連れであったり、女性一人であったりっていうような時にですね、やっぱりその治安というところを無視していいよとはやっぱり言うことができなかったんですね。そのもちろん人それぞれその治安安全というものに関しての意識っていうのは違うとは思うんですけれども、本当にこう一般的に開示されている治安のこうリストですね、セーフティースコアというものがあるんですけれども、そこでこう調べてみても圧倒的にこうドゥマゲッティの安全というものが、数字が高い、という形になっています。であとは肌感覚でですね、私もセブにずっと長くいたことがあったんですが、ドゥマゲッティに初めて訪れた時、なんてのんびりしているんだろうっていうような感覚があったんですよね。そう、なんだろうな、全くこう気を張らないで済む感じ、自分のこう地元のような感じっていうものを第一印象で受けました。であとはですね、ブリバードというドゥマゲッティで、ドゥマゲッティということで調べると必ず出てくるブリバードという海沿いの通りがあるんですけれども、そこを見た時に、すごい湘南に雰囲気が似てるなと思ったんですね。私もともと神奈川県出身なもので、湘南、海があって山があってっていうような環境で育ったもので、すごくこう親しみがあったっていうようなところがあります。正直こう長く住めば退屈です、もちろん。ただ少しですね、足を伸ばすとたくさん見どころがあるんですよね。で最近だと、そのシキホール島、このドゥマゲッティから船で45分のところにある島があるんですけれども、そこに行くことが一つの楽しみであったり、あとはその車バイクを使ってですね、このネグロス島という島々を回ってみると、結構いろんなポイントがあるんですよね。で本当にそういった、基本的には大自然あふれるポイントになるんですが、そういったところにこう足を伸ばすっていうのが今すごく楽しいですね。都会生活をしていた時は、こう気分を満たす遊ぶっていうような時はどうしてもお金を使わなくちゃいけないっていうようなところがあったんですけれども、本当にここ3年、そういったお金を使ってどうのこうのっていうところよりかは、こう自然の中で楽しむっていうような趣味思考に変わっていったかなっていうのがありますね。なのでドゥマゲッティという街は本当にこうシンプルなんですよね。シンプル、一言で言うとシンプルな街で、それでも特に生活に困ることもないんですよね。大きな一応ショッピングモールが2つあるので、なんて言うんでしょう、本当に最低限生活は全然困らないレベルの街で、あと安全である、あと周りにこう自然がたくさん溢れているということで、すごくこう人生に関する考え方がシンプルになったかな、このドゥマゲッティに来てからっていうようなのが私の感想ですかね、街に関しては。はい、本当にこう2014年初めてこのドゥマゲッティに降り立った時は、欧米人を中心として、外国の方はいらっしゃったんですけれども、日本人って全く見なかったんですよね。ただ昨今でいうと日本の方もかなり増えてきた印象があります。であとはやはり一番大きいのは中国人の観光客が
2015年16年で、前年対比で 805% こう中国人観光客が増えているということもあって、でその底上げになっている要因というのがやっぱ一つ目が治安らしいんですね。で二つ目が、まあ、海鮮料理が安いということ、あと三つ目がそのシキホール島であったりアポ島っていうような、まあ、自然あふれる観光資源が近くにある、あとはまあボホール島ですね、まあ、ボホール島ってあのまあちっちゃいこう手に乗る猿がいるあの島があるんですけれども、まあ、そこまでもドゥマゲッティからだと約2時間で行けて、まあ本当1000円かからないぐらいで行けるっていうようなところもあって、まあ、中国人観光客からもとても今注目を集めているっていうようなところが、まあ、ありますね。